はい、再開します。ああ、肥料臭い。なんかここね、肥料の匂いがしますね。近くになんか、買ってるところがあるんかな。やべえ。ああ、登りきつい、これ。やばい。やばい、本当に。うわぁ、白いキノコだ。やべえ。やべえ、やべえ。白いキノコはね、テレビでもやってましたから。やばいね。もう、くっそ。なん火燃やしてますけど。本当にダメなんですかね。燃やしよう。ねえ。へぇ。意外。ハニワの破片がない。じゃあ、次行こう。次行ってみよう。次行ってみよう。よし。決まったわ。一回目ね、ちょっと、うまくいかなかったんですけど、いうところをね、見失って、言えなかったんで、今言えて、ね、めっちゃね、良かったですよ。俺、なんか、2、3個これ見つけた記憶あんだけど、はい、発掘調査等を見たいと思います。周辺にはいくつかの遺憾が見られ、現在は残っていない。おお、なる、うわー、何、おっしゃ、クマナス、はい、おはよう。あ、いえ、じゃあ、はい、二箇所目の古墳ですね。ここ、二つ山古墳の一号墳と二号墳になっています。そして、石室がありますが、ちょっと行くか。石室みんな見たいでしょうからね。僕はね、勇気を振り絞っています。これ、へぇ、これ紫色のね、やつが、本当に珍しくてね、最近ちょっと見ちゃうんですよ。はい、二つ山古墳ですね。なんか入ってんかな、これ。まあ、ええわ。来ました。石室があって、ちょっとね、あります。ちょっと行こうかな、じゃあ。これが石材だったんですね。あった、これだ。中には入れないので皆さんね、入っちゃダメですよ。こっからいろいろ出たんでしょうね。どこに入ったの？一号墳も後で見せたいと思います。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。つなげて通るのが無理なんですよ、今。編集でちょっとつなぎ合わせます。はーい。